トラビス・ナイト、2014年。トラビス・ナイトは、アメリカ合衆国の映画監督、プロデューサー、アニメーター。ナイキ創業者である父親が経営するアニメーション、制作会社、ナイカの CEO 兼アニメーター。ヒルズボロで、ナイキ創業者のフィルナイトの次男として生まれる。イエズ・スカイ高校を経て、ポートランド州立大学卒業。 ポートランドのストップモーションアニメーション制作会社、ウィルビントンスタジオにインターンとして入社し、アニメーターとなる。1999年から2001年に放映されたエディマーフィのクレイアニメーションテレビシリーズ、ザ・ PJS に参加。その後同社が経営難に陥ったため、トラビスの父親が2005年に同社を買い取り、ヘンリー・スリックをアドバイザーに迎えて、社名をライカに変更。 トラビスは、同社アニメーターを続け、2009年には、コララインとボタンの魔女に参加。同年、ライカの CEO に就任。2016年には、初監督となる、ストップモーションアニメ作品、久保、久保日本のゲの秘密を発表。同作は、キャラクターデザイナーのシャノン・ティンドルが、日本のおとぎ話をもとに、妻のために書いた話を発案に創作されたもので、2017年、 第89回アカデミー賞のアカデミー長編アニメ映画賞にノミネートされた。2018年に初の実写監督作品となるバンブルビーが公開。ありがとうございます。